ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は中国航空業界の不振についてお話ししていきたいと思います。過去数年において世界経済に巨大な衝撃をもたらした出来事といえば、新型コロナウイルスの世界的流行を置いて他にありません。このパンデミックによって各国の経済は極めて大きな損失を被り、各業界別に見てもそのほとんど全てが業績を悪化させ、今もなおその後遺症に苦しんでいます。中でも特に深刻な落ち込みを見せたのが航空業界でした。ウイルスの蔓延に伴って多くの国において出国制限や入国制限が課され、さらには国内の移動に関しても都市封鎖に代表される移動制限が設けられたことで、国内線と国際線の双方が世界的な規模で甚大な損失を被ることになったんです。そしてこれはもちろん中国についても例外ではありませんでした。中国の航空業界は2020年に中国南方航空が1社あたりの輸送力においてアメリカの大手3社を抜いて世界一の座に躍り出るなど目覚ましい躍進を続けていました。ところが新型コロナウイルスの世界的流行を境に、他国の航空会社と同様に一挙にその業績を悪化させることとなり、先日発表された大手3社の2023年決算では3社全てにおいて赤字が計上され、これによって2020年から4年連続で赤字決算となることが確定したんです。そこで今回はこの大手3社の決算を取り上げながら、コロナパンデミック以降の中国の航空業界について見ていきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。当チャンネルでもたびたび取り上げている通り、中国の企業を取り巻く環境はここ数年とてつもない勢いで悪化の一途をたどっています。国営民営を問わず、中国の企業は長らく中国経済の成長に大きく寄与してきましたが、不動産バブルの崩壊とそれに伴う不動産市場の先の見えない低迷、さらにはそこに習近平政権が肝入りで進めた国進民退政策や個人消費と投資の減退が重なったことで、巨額の赤字を計上したり倒産に追い込まれたりする企業が続出しているんです。しかもこのような現象が中小企業だけでなく大企業においても起きているというのが事態の深刻さを表す部分であり、外国企業が次々に中国からの撤退を進めているという事実からしても、中国の国内経済が企業活動を行う上で大きな重荷になっていることがわかります。ただ中国企業の多くを経営不振や倒産などに至らしめている原因が、こうした国内における経済状況や政策の変化だけなのかといえば、決してそうではありません。ここ数年を振り返った時に、世界の経済に最も大きな衝撃を与えた出来事、つまりは新型コロナウイルスの世界的流行も中国企業をこのような状況に追い込む上で非常に大きな要素となったんです。もともと新型コロナウイルス自体が中国で発生したものだと言われていますので、中国企業がこのパンデミックによって大きな影響を受けるのは当然といえば当然なわけですが、こと中国に限っては不動産バブル崩壊の影響が顕在化してきた時期とコロナパンデミックが重なったことによって、多くの企業が窮地に追い込まれることになりました。中でも特にその影響が大きかったのが航空業界です。中国の航空業界は同国の他の業界と同様に、もともとは国営企業であったものを民営の形に衣替えさせた企業が牽引しており、2000年から2002年にかけて行われた企業再編の結果、現在の大手3社が誕生して以降、目覚ましい発展を遂げてきました。もちろん中国の航空業界も他の発展途上国と同様に、初期の段階においては国際的に見て全くもって取るに足らない存在に過ぎませんでした。しかし同国の国土面積の広さや国民の所得向上に伴う海外旅行需要の増大などが背景となって、国内線と国際線の双方が急激にその利用者数を増やしていき、瞬く間に世界の航空業界に確たる
ある地位を築いたんです。昨今、世界の航空業界で注目されている指標に PPK と呼ばれるものがあります。これは運賃を支払って搭乗した旅客数に搭乗距離を乗じた数字のことで、航空会社の輸送力を示す最も正確な指標だと言われているんですが、これで見ると中国の航空会社は2023年の時点でアメリカに次いで世界で2番目の輸送力を有しています。ところが、そうした最中にコロナ禍が発生し、これに対して中国政府が世界的に見ても非常に厳しい対策を行い、国民に都市封鎖を代表とする広範囲の移動制限を課したことから、国内の航空産業が極めて大きな打撃を被ることになったんです。中でも国際線においては、その影響が非常に顕著な形で現れることになりました。中国の国際線の利用者数は1989年から2019年まで30年にわたって右肩上がりで増え続けてきましたが、2020年に前年比で 36.7% のマイナスを記録し、統計史上初めて前年の数を下回ったんです。そしてもちろん国内でロックダウンが行われている中で、国際線に関してもこのような事態が発生したことで、中国の航空業界は2020年以降、大手3社を筆頭に莫大な赤字を抱え込むことになります。その額は2020年が約2兆円、2021年が約1兆7000億円、そしてウクライナ危機に端を発する国際的なエネルギー価格高騰に見舞われた2022年が約4兆4000億円で、驚くべきことに3年間の合計で約8兆円の赤字が積み上がることとなりました。ちなみにこの8兆円というのは、皮肉にも中国の航空産業がそれまでの10年間に稼ぎ出した利益の総額とほとんど同じ金額でした。3年間の総額とはいえ、航空業界のみでこれほどの赤字が積み上がったわけですから、これはもう実質的に国内産業が丸々一つ消滅してしまったのと同じだと考えても間違いではないでしょう。しかし、中国の航空業界を襲った苦難はここで終わったわけではありませんでした。2020年以降の低迷からの挽回を期した2023年、中国の航空業界では大手3社の第3四半期決算がいずれも黒字を記録するなど、目に見える形での好転が進みました。また旅客数に関しても、国内線が2019年比で 100% 超となり、国際線においても同じく2019年比で 95% を超えるところにまで持ち直すことに成功しました。ところが、このような事実があるにもかかわらず、業界全体の赤字は最終的に約6000億円に達することとなり、それ以前の3年間と比較してその規模を減らすことにこそ成功したものの、2019年以来の黒字を記録するというところにまでは至らなかったんです。そしてその最も大きな原因が何だったのかというと、これが実は大手3社の赤字決算でした。中国における航空大手3社とは、中国東方航空、中国国際航空、中国南方航空の3つを指すわけですが、2023年の第3四半期決算こそ黒字だったものの、通期決算においてこの3社はいずれも大幅な赤字を計上したんです。個別に見ていくと、中国東方航空が約1600億円、中国国際航空が約200億円、中国南方航空が約800億円で、この3社だけで先ほど触れた業界全体の赤字の4割以上を占めることになりました。大手3社は政府の航空部門が業界全体の収益に関して楽観的な展望を示していたことなどを踏まえて、同年に各社の運用する機体数を大幅に増加させました。そしてこの判断は、国内線においては先ほどお話ししたような事情から少なからず恩恵をもたらすことになりましたが、国際線に関しては利用者数の回復が各社が見込んでいたほどではなかったことから、かえって機体利用率が低下するという結果を招き、これが大きな要因となって、大手3社の2023年通期決算が2500億円を超える赤字という結果になってしまったんです。中国国内では2023年の後半に各社の業績が改善したことを受けて、今年の航空業界全体の通期決算がいよいよ2019年以来の黒字に転換するという見方が大半を占めています。しかしその一方で、足元の状況を見てみると、アメリカにおいて中国の航空会社の増便に対して、同国の主要航空各社と航空業界の労働組合が運輸省に承認の中止を求める運動が起きるなど、中国の航空業界にとって
非常に不都合な変化も起きてきています。果たして2020年以降4年連続で巨額の赤字を積み上げてきた中国の航空業界が2019年以来の復調に向けてどんな動きを見せるのか、今後も引き続き注目していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースではこのチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。